古代の人が想像で描いたアリストクセノスの肖像画ランタスのアリストクセノスは商用学派の哲学者、アリストテレスの文化生であった。哲学、倫理学、音楽に関する著作が多数あったようであるが、そのほとんどは失われた。唯一音楽に関する論文、ハルモニア言論が不完全ながらも現地てする。その他にリズムと メトロスに関する著作断片も伝わっている。古代ギリシアの音楽に関する現代の知見の多くが、このハルモニア言論に依拠している。スーダ辞典によると、アリストクセノスは、イタリア半島の南端部、タランタスに生まれ、父は、ムネシアスという名で、スピンタロスとも呼ばれていた。父ムネシアスは、哲学を学んだ音楽の専門家であった。アウルス・ゲッリウスによると、 アリストクセノスは最初、父から音楽の手ほどきを受けた後、エルトラへのランプロスやカルキリ系のクセノピロスといったピュタゴラス派の哲学者の下でも音楽を学んだ。しかし、ピュタゴラス派の教えだけでは飽き足らず、最終的にアリストテレスの門人になった。数打辞典によると、アリストクセノスはアリストテレスが亡くなった後、繰り返し彼を侮辱したという。 数打辞典によると、その理由はアリストテレスが、リュケン学園の後継者に、アリストクセノスではなくテオプラストスを指名したためである。アリストクセノスはその地位を絶望しており、文科生の中でも特に秀出た才能であることを、常日頃示してきたにもかかわらず、アリストテレスからその仕打ちを受けたので、恨みを抱いた。ただし、この説は、アリストクセノスは、地アリストテレスに言及するとき、 必ず最大級の賛辞をしたというメッセネのアリストクレスが伝える話と矛盾する。アリストテレストの決別以後のアリストクセノスの足跡はハルモニア言論における辞書への研究を除くと全くの不明である。アリストクセノスの著作は全部で453巻あったと言われており、哲学、倫理医学、音楽の分野に属するテーマを扱い、 アリストテレスの様式でまとめられていたとされる。しかしながら、現地てするものは、音楽理論に関する、ハルモニア言論三巻本のみである。残された三巻も、全体ではなく一部に過ぎない。アリストクセノスの理論は、経験論的な傾向を有していた。音楽理論において、数比に基づいて、音階を定めるピュタゴラス派と異なり、アリストクセノスは耳で聞いた音に基づいて判断した。 ウィトル・ウィウスの建築についてにはアリストクセノスが音楽について述べた著作の引用がある。アリストクセノスの音楽理論はアルケストラトスのような広大の理論家により議論され発展を見た。また、ピュタゴラス派の演劇的な方法論とアリストクセノスの経験主義的な方法論の 対立といった議論の進め方に関する部分については、キュレネのプトレマイスのような著述家が言及を残している。霊魂は体を形作る四元素の調和であり、それゆえ死すべき運命にある、という説を最初に唱えたのは、アリストクセノスと理解あるアルコスとされている。この霊魂筆滅説は、プラトンのパイドンの中で、定媒のシミアスが述べる説である。 キタラが描かれた古代イギリシアの陶器の一部を拡大したもの。ピュタゴラス派はコルドと呼ばれる原型を調律する際、数学的比率のみに基づくべきとした。アリストクセノスの著書、ハルモニア言論は、音楽理論の完全かつ体系的な解説を試みたものである。第一巻では、当時のギリシア音楽のゲノスについて説明した上で、それぞれのゲノスに属するエイドスまたは、 スケーマで作る音階のことについても解説が加えられている。この解説に続いて、音、音程、シュステーマなどに関する用語の定義が述べられる。第2巻でアリストクセノスは、音楽をゲノス、音程、音、シュステーマ、音色または、先方、変調、ベロポエアを書く必要はないのであるから、プルギア調の歌を作る際にもその歌に含まれる音の、 数比に気をつける必要はないのである。といったことも語っている。しかしながら、このことは彼が現代の十二音技法などの火星体系を単純化したものを想定していたと解釈されるべきではない。とりわけ、平均率の火星体系と同等なものを想定していたという解釈はしてはならない。アリストクセノスは読者に一体ゲノスの 違いによるニュアンスの違いについて議論する人々の意見が一致することがあるだろうか。皆が皆半音や四分音に音を合わせる際に同じオクターブの分割をするわけではないのだから目ゼから全音二つ分離れた音が半音や四分音をいくつか足した和よりも高い音ではなくリカノスと呼ばれるべきなのはなぜだろうか。と問いかける。 アリストクセノス、ハルモニア言論アリストクセノスの音階とケノスの本質的なところは先人のものから鋭く逸脱していると評されることがある。アリストクセノスが音階を作成するにあたって依拠するモデルにトポスの概念を用いたというのは事実である。しかしながらこのようなことをしたのは彼が初めての人物であると信じる根拠はなく、 彼自身もそのようには主張していない。実際に固定点により定義されるある程度の幅を持った不定ピッチという概念はバロック時代の音楽理論にも見られるように現代の固定ピッチ体系が出来上がるまではよく知られた概念であった。多少正確ではなくなるがアリストクセノスの主張を別の言い方で表現するならアリストクセノスは二つの音の感覚を定める際に 理算的な数比を用いる代わりに、連続的に変化する数量を用いた。これがアリストクセノスのテトラコルドを構成するだろう。音階がもう一つの共和音の価値を持つようになるだろうという過程は、アリストクセノスの解説者や単純化された十二音技法を好む、凝り固まった視点を持つ、現代人が何度も繰り返す無人だらけの解説に、依拠したままでは説明不能な過程である。 アリストクセノス自身は次に述べる二つの事柄は見逃してはならない。多くの人がこれまで言っていた会長は戦律の中で等しい三つの部分に分かれるという説が間違いであるということが一つ目である。彼らは会長の第三の部分を使用することと会長を三つの部分に分割し三つ全部を歌うということとが同じことを意味するということに気づいていないためこの誤りを犯した。 二つ目は、純粋的に抽象的な視点から、決して軽視できない日本観の感覚は存在するということを、私たちが受け入れているということである。という考えを述べた。第三巻では、連続的な旋律に関する28個の法則が解説されており、古典ギリ,リシア音楽の旋律的構造に関心がある、ものの強い関心を呼ぶ部分である。PO キシ・9 リズミカ・ストイッキアの断片音律や音律を論じた音律言論の第2巻の一部分が中世の写本を通して現代に伝わっている。テューロスのポルピュリオスはプトレマイオスのハルモニア論への注釈書の中で音色についてという題名のアリストクセノスの著作について研究している。その他に時間についてという著書もあった。イブン・アンナディムの目録の書には 所有しているアリストクセノスの著作としての書と本律言論の2冊が挙げられていて10世紀のバグダードには少なくともこの2冊が伝わっていたことが確認できるオクシリンコスパピルスにはアリストクセノスのものであろうと推定される因律に関して述べた5行の断片があるスイスの古典学者フリッツ・ベールリは信頼できる証拠のみに基づいて以下に示すアリストクセノスの 著作リストを作成した。ありがとうございます。